こんにちは。今回は棒針編みで糸を変える方法を紹介します。途中で糸がなくなったり模様などで違う糸に取り替えたい時のそのやり方です。わかりやすいように別な糸で紹介します。糸を変える時はこの端に来た時に糸を取り替えるのが一番良いかと思いますので、最初にその方法を紹介します。この編み地は丸まらないように間に1本だけ裏編みを入れてあります。ここからはメリヤス編みだけになります。こちらが裏側で、こちらが表側のメリヤス編みです。ここで糸を取り替えます。糸は後でとじ針で糸始末をしますので、少し長めに取って、この一番最初のところで糸を取り替えます。メリヤス編みですので、ここからこの両方の糸をこちらの手に、糸端と今なくなったとするこの糸を右手に持って編む糸をこちらにかけます。そして表編みを普通に編んできます。この糸をこのまま少し持ったまま、表編みを編みます。これはフランス式の編み方で表編みを編みます。このまま表編みを編みますが、これぐらい編んだところで一旦この足した糸とその前の糸を仮に軽く結んでおきます。本当に軽く結んでおいて、あとでもう一度結び直しますので、仮に結んでおきます。そしてこのままこの段を編み進めます。表編みを、糸が割れました。表編みを普通に1段、ここまで表編みを普通に編みます。1段ピンクの糸に取り替えて表編みを編みました。次は裏編みを編みます。色を変えたところはこのようになっております。ここで1段目の色を変えました。次は裏編みです。フランス式の裏編みを編みます。フランス式の裏編みが慣れてない方は、指などを使って糸をかけてください。裏編みは右から左へ針を入れ、糸をかけて、この指などで押さえながらかけると、慣れてない方は編みやすいと思います。指で押さえてかけます。慣れてきたら、このように、針先を回転させてかけることもできますので、編みやすい編み方で裏編みを編んでください。この1段裏編みを編みます。こちらまで裏編みを編んでいきます。裏編みを編んできた最後のところです。ここも最後に裏編みを編みます。そしてこの糸始末ですが、最初に軽くこの結んだところですね、
この糸を、向きをこのように糸が、変えた糸が右側で、なくなった糸が左側に来ているように結び目を確認して、これをもう一度片結びにします。しっかりとほどけない別な結び方もありますが、ここは片結びで大丈夫です。片結びにしましたら、この糸はこれからも編み続ける糸ですから、後で糸始末をします。糸始末は編み終わった最後で構いませんが、ここで先に糸がなくなってしまったこちらの糸の糸始末を説明します。とじ針に糸を通して、こちらはピンクの糸はまだこれから編んでいきますから、編み終えた時点で糸始末をします。そしてこちらの糸はもう使いませんので、この端の目のこの目に沿って糸を始末していきます。普通にこの目に沿って糸を拾っていけば大丈夫です。順番にこのように糸をかけて拾う方法もありますし、もしほどけるのが心配でしたら、最初だけこの糸と糸を割って、次も糸と糸のこの間をわざわざ割って入れる方法もあります。普通はこの糸を割らなくても簡単にこうかけるだけで大丈夫です。そしてこの糸を引いたら、あとは適当な緩みをつけて、この糸はもう切ってしまってもほどけてきませんので、ある程度のところで切って始末をします。これで糸を変えた位置の糸の始末が終わりました。次はここからまた普通に糸を変えた時点からまた編み始めます。ここからまた表編み編んで、ここで糸を変えました。この時の糸はもう少し強めに引いてもよかったかもしれません。糸を編み始めの段で変える編み方を紹介しました。